さあ、シエ白夜 VS デティハイド、名古屋勢から見たらいつもの出ろ、ね、インスレーター。さあ、くしくもランクが同じランク4ハイドとランク4白夜。さあ、格付けはどうなる。開幕触っているのはハイド側、投げは抜けて投げ返す。さあ、ジージー寄って更新カウンター、更新。さあ、ちょっと重いぜ画面端で投げでごまかそうとするが、ごまかせない。さあ、壊し壊し壊し。さあ、画面端なんかいろいろとやってるが、ダッシュが当たらず、当たらないんだあれ。さあ、3段までいって半角、当然のように半角。1、2の3、画面端。さあ、様子見、3、4グラが当たる。さあ、運んで、コンボが長い。さあ、置き攻めしますよ。セダン、設置、3、4。さあ、立って、まだ置き攻め続く。さあ、爆というわけで。さあ、優位状況を作っていって、壊して上がっていく。さすがに死ぬ。一本取っていくのは白夜。さあ、第2ラウンド、やはり取って、触っているのは白夜。ハイドワナがコンボミスして、2回お開き。さあ、アサルトジャンピングがうまく噛み合って、ダメージ。まで持ってきたかった。さあ、デリッシュ2回目の絶叫。2の3、もう1回。さあ、画面端まで持っていっていい、軽く投げはしっかり抜ける。いや、このレベルになるとやっぱりグラップがしっかりして、ね、緑に光っているので割れてしまって、画面端つらい。さあ、ゴンボして、さあ、ちょっとなんか戸惑ってるように見えるが、さあ、置き攻め、魂投げ。さあ、より光って拾い直せる、素晴らしい。さあ、ちょっとコンボミス、これは殺しきれるか。2、2の3、師匠流。さあ、コンボ選択はバッチリ、これで1-1。ゲージ状況は白夜がマックスまで持っているので有利といったところでしょう。また足首が触っていって、いろいろあるだが、うわー、持ってて触ったのは白夜。あんた足首が本当に優秀ですね。さあ、設置して、設置、じゃんけんしようぜ。さあ、暴れ潰し。さあ、もう1回。さあ、次は中段立ってる CS して。さあ、いろいろとあって、相打ちだった、ダッシュシート相打ちなので、結果的に得したのはハイド側。画面端ダッシュ見破れ、強気だが、ゴシが振り向いてしまって、九死に一生ブリンクして、さあ、アバンチャー拾えるか、投げて、さあ、ワンコンボ DS 剣はハイド側。さあ、どうなる。君たち僕の中においでよ。発生に行くれ、完全無敵のガク最強。さあ、勝ったのはシエ白夜です。なんだこれ、ごめんね、こんな。さあ、次バルトさんとピロピーさん、バルトさんとピロピーさんじゃんけんお願いします。悪いけど、しばらくそこで寝てほしい。あー、まあしゃあないね。まあ、ぶっ放し警戒してはいたんだけど、あそこのダッシュ B を見せられた以上、一回重ねとくかみたいな感じで、まあ、しゃあないね、もうそういう時もあるさみたいな。やりきった感があるから、カード忘れてて、嬉しかったじゃねえよ、ふざけんなよ、あのダッシュ B 食らった時点で、まあ負けてたらそう思えば。あー、無敵技なんだよなーって。こうやって何人返り討ちにしたっけ。あの技ね、なぜ強くしてしまったんだ感があるから、ね、置き攻め2択やんけ。いいキャラだな。まあ、やっぱり白夜結構来てますからね、その辺はおすすめといった感じ。さあ、準決勝第1試合、いきなりひどいのが出てきた。まあでもね、タムタチ速くなってるとああいうのが普通にあるからな。いきなり何もないところから中段が飛んでくるようになったっていうのは結構な恐怖ですね。
だが言うて開幕を取ったのはゴールドだったが、あそこの2発目のシンクには全員何かしらでお仕置きしたいですね。ちょっとさすがに出し切りはもったいない。ぶっ放していくが CS はテルトナム投げを選択しているがバックステーブ、マジかよ当たる三段潰してダッシュ B、 もう一回ダッシュ B になっていた。だからここでグリップゲットからの出して西先端1-2、これはコンボ選択ミスかなのか、殺せたのか、いつものやつちゃん出たよ出たよみたいなねわあもう気持ちよく 2C で突っ込んでれば相手死ぬよみたいな感じですよ。ゴールドはこの辺変わってないの本当に評価できますね。素晴らしい、おいいコンボ判断、暴れ潰しからきちっとグリムから置き攻めして、わーっとプラス2稼いでいく。あっ2人足りたる、さあやりきったドヤーみたいな、それが向こうに行かないで向こうにあっおしげノーおしげノーみたいな、いや殺せてるからね、オッケーオッケーさあ決勝進出、じゃあ次の試合ヘイホー VS C、 ヘイホー C、 ヘイホー C、 いけいけ。さあでもいい感じにゴールドの強化点も出ましたね、うん、いや CVO プラス2のからのね、あのクソ2択ね、アシミにキャンセルがかかるようになるんでしょう。あそこでプラス2稼いでアシミとあの打撃の2択をかけるっていう。さあ決定戦どうした、から間違えた、別にええわい別にええわい、はい、さあ黄金無双、黄金無双さん思ってたが、あー諦めたさあ優勝はヘイホー、おめでとうございます、イエーイ。さあまあ言うてやっぱメルカ、ゴールドメルカもだからね やること変わってないからね、あの二人ね。さあじゃあ笹島大会これでおしまいですかね。まあ、の試合100インチクレ2ラウンド狂気のゲームですが皆様どうぞ遊んでいってください、うん、まあ、あとは宣伝気味になるけど8月29日ツオンの大会ありますんで、今日来てくれた人たちよろしく愛知勢には顔渡ってるから大丈夫だと思うけど、宣伝スタイルで、うん、じゃあ締めは、はい、ではこれをもちまして、アンダーナイトインバース笹島大会を、閉会とさせていただきます、今日はお疲れ様でした、でまあこんなもんですかね、さっきも言った通り、まあ、ノジアイの方もどんどん楽しんでいってほしいですね、よろしくお願いします。